私たちが出会えたのは、田園都市構想の理想を高いレベルで実現する宮崎台。都心に近く、芳醇な緑に包まれたこの地に、暮らしやすさを追求したかつてない伝統の象徴を描きたい。その思いがこの広大な舞台と巡り合わせてくれた。世界的な構想から生まれた伝統の玄関口、宮崎台駅徒歩6分の地に、その歴史に刻まれるであろう全429邸の壮大なプロジェクトが始動する。駅から続く並木道、わずか6分の道のりでさえ癒しの時間となる。伝統らしい緩やかな丘陵の先、現れるのは空に映える美しいファサード。三方が開かれた開放感と閑静な住環境、起伏ある大地が織りなすダイナミックな景観。そこにはまるで伝統の心地よさを縮図にしたような風景が広がっている。その堂々たる佇まいは、人々が見つめる誇り高きランドマークとなるだろう。多摩丘陵の大地に育まれた自然の恵み、四季の香り。目指したのは伝統のリズムを奏でる象形の邸宅。緑荫に佇むきらめきのエントランス、高さ5メートルを超える吹き抜けが伸びやかな空に共鳴している。その先にあるのは、暖炉の優しい明かりに包まれた足火庵。四季折々に移ろう窓辺の風景が心を解きほぐしていく。中央の並木道から導かれるのは、伝統らしい豊かな緑と水景に彩られた凪のエントランス。ゆったりとした車寄せを設け、住まう方々を優雅に出迎える。心地よい水の音、吹き抜ける風の香り、波の動きにきらめく光、まるでアートのような空間で過ごす贅沢な時間が日常に感動を生み出してくれる。ザ・サロン、世界に共通する招き集う喜び。コモンスペースのコンセプトは、もてなしにふさわしい空間の創造。大切なゲストをもてなすゲストサロン、住まう方同士の集いを育むカフェサロン、
知的好奇心を育むキッズサロン、そしてテラスがしつらえられたパーティーサロン。ザ・サロンの思想は専用部にも貫かれている。大規模ならではの多彩なプラン、ゲストとのひとときを演出する空間設計、描いたのは招き集う伝統の文化を紡ぐ邸宅。すべてはここに住まう方々の世界一の時間を追求するために。イギリス・ロンドンを舞台に始まった田園都市構想、その思想は世界を動かし、日本にかつてない風景を生み出した。今なお成熟を深めるこの地に新たな歴史が刻まれる。都心に寄り添い、芳醇な緑に抱かれた宮崎台。目指したのは世界に誇る田園都市の象徴邸宅。伝統のリズムに包まれる駅徒歩6分、429邸のプレミアム席。ここに世界が夢見た伝統の理想が紡がれる。プラウドシティ宮崎台。